どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、速報ということで、またね、皆さんに残念なね、お話をしなければなりません。ということで、ANAP のね、時代終了へということで、今回ですね、残念ながら、ミクシエ M からですね、 ファミペイ、ANA ペイのチャージがですね、終了っていうのがね、発表されました。こちらの解説とですね、またね、ANA のね、プレイオメンバー限定にはなるわけなんですけども、一部ね、サービス解約されておりましたので、本日はね、解約、盛り盛りでやっていきたいなと。 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。こちらね、えー、ちょっとね、動画が本日出せてるかわからないんですけども、え、2023年の7月10日にですね、えー、こちらですね、ミクシーのお知らせということで、2023年の7月の14日金曜日よりですね、 以下の加盟店の決済利用を停止させていただくことになりましたということで、今回ね、m i x c m からファミペイ a ANAPAY の利用がですね、7月14日からですね、利用することができなくなります。 ということですので、残念ながらですね、私の動画でね、かなり紹介させていただいておりましたけども、まあ、こういったね、ルートですね、今後ね、利用することができなくなるっていった形になります。最大還元率はね、こちら、2.25%とかね、取れてたわけなんですけども、残念ながらですね、こういったルートがですね、すべてね、利用することができなくなります。いやね、非常に残念ですね。 このね、ANAPay、Famipay とかがですね、出た時にここら辺がね、利用することができてですね、まあかなりね、話題になりまして、私もね、ルートいろいろ調べて、これだったら使える、使えないみたいなね、まあ必死にやって、このルートがね、まあできてたわけなんですけども、まあ今回ですね、m i x i m からファミペイ、a n a p a y がですね、利用することができなくなるということで、まあね、今日、この動画出てるのは10日か11日、まあどっちかでね、この動画出てると思うんですけども、利用できなくなるのは 7月の14日金曜日からっていう風になりますんで、まあそれまでね3日間ほどあるっていう風になりますんで、まあ現時点でですね、利用されている方はですね、 利用する額ね、限界までね、チャージしていただくのはですね、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、こちら覚えておいていただきたいなと思います。今回ですね、ミ x CM からファミペイ、ANA ペイのね、利用ができなくなるっていうふうになりますんで、まあ私の動画で,ですね、こういったキャッシュを使った方法、ANA ビザからですねえ、ビザマスターか。 え、キャッシュを使って、ミ i シ i m を使って、n a p イとかね。まあ、こういったのもですね、すべて利用することができなくなるっていう風になりますんで、え、私の動画でね、こういったルートでですね、利用されてた方は、こちらね、え、7月の14日からね、もう利用することができなくなるっていう風になりますんで、覚えておいていただきたいなと。 思いますじゃあ、今後はね、どういった感じになるのかっていう話なんですけども、ANA マイルのですね、最大還元率はですね、えー、今後はね、こういった形になります。えー、JQ エポスゴールドカードからですね、MixCM にチャージしていただいて、MixCM で最後ね、利用していただくルートですね。まあ、こちらがね、ずっとあって、まあ、今回ね、a n a えー、出てですね、最大還元率ね、さらに上がったわけなんですけども、そこはね、さっくりなくなったっていう風になりますんで、今後もですね、JQA ポスから、えー、ミキシームね、チャージしていただいて、選べるポイントアップショップでね、ミキシ選択していただいて、えー、最大2.5%還元、100万円までにはなりますけどね。で、これが70%で交換することができますので、ANA マイルの還元率は最大1.75%でね、え、利用することができるって言いたがちになります。まあ、このね、ルートで、まあ 今後もね、昔に戻った感じになりますけども、まあ、今後はね、こういった感じで利用していただくって言った形になります。いやね、100円でね、2マイル超えのね、この還元率がね、あの実現できておりましたので、まあ、非常にね、あの良かったわけなんですけども、残念ながらね、こうなってしまいましたので、7月14日からね、利用できなくなるっていうふうになりますんでね、覚えておいてください。 それでは次ですね、2022年にですね、私が、まあ、結構前に動画自体作ったの結構前だと思うんですけれども、えこちらのサービスですね、ANA プレミアムメンバー SFC を含む方にですね、こちらでサービスされてたサービスなんですよね。こちら米国内のシムサービスということで、こちらはね、あの、新しい公式サイトになっているわけなんですけれども、 今までね、この ANA のね、国内米、米国内のね、i m カードサービスということで、2日間、プレミアムメンバーの方、SFC を含むね、えー、プレミアムメンバーの方は、2日間ね、無料で無制限の SIM がですね、米国内利用することができてたんですよね。こちら、えー、2022年のね、世界一周の時とかにね、実際に利用して、まあ、スピードとかもね、チェックして、まあ、めちゃくちゃいいじゃん、みたいなね。まあ、2日間しか使うことは無料でね、できないわけなんですけども、まあ、私みたいにですね。 逆転モバイルとかね、持っていると、2ギがね、海外で使えますよね。ですので、米国内であれば、殺シムとね。 で、楽天モバイル 2GB ね、足して 4GB ね、あの、滞在中に利用していただくみたいなね、そんな感じで利用していたわけなんですけども、このサービスもね、残念ながら、え、解約ということで、2日間のね、無料の利用できる期間がですね、なくなっておりました。こちらね、もう変わってないように見えて、米国内の使用できる、え、i m カード無償提供ということで、このね、文字があったんで、あ、まだ利用できんじゃんと思ってね、ちょっとね、あの、サービスメニュー、あの、料金法の方ね、 え、見に行ったらですね、こちらね、シムカードあるじゃないですか。あれが無料提供っていうね、そんなことあるかって感じなんですけども、そしたらみんなどの会社もそうじゃんみたいな感じなんですけども、まあそういった文言になっておりまして、え残念ながらですね、初日からね、あの値段がか,かあのお金がね、かかるようなサービスにね、えー、変わっております。で、料金表ね、こういった形になっておりまして、まあ小売価格だと32.38度かかりますけども、ANA の特別価格だったら25.1 9590ドルでねまあ利用することができるっていうね記載があるんですけどもまあこちらねアマゾンでちょっと調べたんですけども米国7日間へ無制限でえ検索するとね2230円でね普通に購入することができるっていう風になりますのでまあ今回ねサービスがま解、あ、約2日間で、ね、利用することができなくなってで 今のね、価格は、あの、利用できるようなね、料金ではございませんので、まあ、このサービスはね、何のためなのかちょっとよくわかんない感じのね、まあ、サービスだけ残ったっていう風になりますんで、まあ、この点はね、あの、皆さんね、私の動画見てね、利用しようと思ってた方はですね、こちらね、注意していただければなと思います。 いやね、こちらね、2日間無料でね、利用することができていましたので、まあ、こちらもね、便利なサービスで、私も3回ぐらいね、利用させていただいてたわけなんですけども、こちらね、残念ながら利用することができなくなってしまいました。ということで、こちらもね、ぜひ覚えておいてください。 ということで、今回ですね、ANAPay 時代終了ということで、またね、ANA プレムメンバー、SFC の方を含む方にですね、米国内の SIM サービスがね、ANA で提供されてたわけなんですけども、こちらもね、終了ということで、解説させていただいたわけなんですけども、で、ANAPay に関してはですね、前回ですね、ちょっとどの動画で言ったか覚えてないんですけども、このね、エポスの選べるポイントアップショップってありますよね。で、この中に ANA がありますよっていう話を前回させていただいて、 で、実際にチャージしてですね、このポイントアップ分がね、取れるのかっていう話なんですけども、6月にね、チャージして、まだね、結果が出てないんですよね。で、また私はね、JQ エポスしか持ってないので、エポスでチャージするのと JQ エポスでね、チャージするのね、ボーナスポイント付与で、ね、ちょっと変わるみたいなので、もしね、私の動画見ている方でですね、エポスカードを持っていて、 ANA のね、ポイントアップショップね、登録してて、6月中にね、チャージされた方ね、まあ、いらっしゃいましたらですね、多分そろそろポイント付与ボーナス分ね、まあ、されてるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、もしね、そういう方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、コメントで、えー、教えていただければなぁと思います。もしね、この選べるポイントショップで ANA を選択して、JK ポスゴールド、ANA ペイにチャージして、ボーナスポイント分がね、取れるのであればですね、 今後もですね、ANMI の還元率ね、2.25%還元でね、利用することがね、できるっていう風になりますんで、もう最後のね、頼みはね、ここしかないっていう風になりますので、もしね、そういう利用ね、ま、あの、結果分かってる方いらっしゃいましたらですね、ぜひ教えていただければなと思います。おそらくね、JQ でやると、6月にね、私チャージしてますんで、多分ね、結果が出るの8月以降になってしまうと、 思うんですよね。まあ、こちらね、利用できれば、ANMI の還元率100万円までは2.25%還元。またね、100万円達成後もですね、ANMI の還元率1.55%還元でね、利用することができるっていうふうになりますし、またね、エポスから 直接ね、ANAPay にチャージするだけでね、こちら利用することができるっていうふうになりますんで、こちらめちゃくちゃいいですよね。直チャージで、この還元率がね、利用できるのであればですね、かなり朗報っていうふうになりますんで、こちらね、結果分かりましたらね、また動画出したいな、なんていうふうに思いますので、この点はね、覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役にとった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ